ジェームズ・ブッカーは、米国のピアニスト、シンガー。クラシックから、ジャズ、R&B、ロックまで幅広く弾きこなす、ニューオーリンズきっての技巧派プレイヤーだった。クラシックピアノの巨匠アルトゥール・ルービンシュタインは、1958年にニューオーリンズを訪問した際彼のプレイ聞いて驚愕し、私はあんな風には絶対に弾けない。 少なくともあのような店舗ではと語ったという、ルイジアナ州ニューオーリンズ生まれ。父親はバプテスト教会の牧師であり、ブッカーは幼少期を父親が牧師を務めるミシシッピ州の湾岸で過ごした。母親にサクソフォンを与えられたが、鍵盤楽器に興味を示し、父親の教会でオルガンを弾くようになった。10代になってニューオーリンズに戻ったブッカーは、 徐々にその頭角を表していった。わずか11歳で、ゴスペルのラジオ曲は無理で、自らの番組枠を持ち、ピアノをプレイするようになる。14歳の時には、デイブ・バー・ソロミューの目に留まり、インペリアルレコードにリトル・ブッカーの名前で、初レコーディング。また、同レーベルでは、スタジオミュージシャンとしても活躍し、ファッツ・ドミのアール・キングラのレコーディングでプレイした。 1961年、自己名義のインストナンバーゴンゾをリリース。これがニューオーリンズ周辺でヒットとなる。1950年代から60年代にかけて、ブッカーは主にセッションミュージシャンとして、数多くのアーティストのレコーディング、ツアーに参加し活躍した。彼が当時バックを務めたアーティストには、ウィルソン・ピケット、B.B. キング、ロイド・プライス、 シャーリー &D、エイモス・ミル・バーン、ジュニア・パーカー、リトル・リチャードなどがいる。1967年、ヘロイン不法所持の罪で有罪となり、アンゴラ刑務所に1年間服役した。このため一時的に活動の中断を余儀なくされたが、出所後間もなくファッツ・ドミノのファッツ・イズ・バックへの参加など、すぐにまた、セッションミュージシャンとしての活動を再開している。 1970年代に入ると自己名義の活動を増やしていった。1973年、後にザロスとパラマウントテープスとしてリリースされることとなるアルバムをロサンゼルスでレコーディングする。また、1976年にはニューオーリンズのシーセインとスタジオでアルバムジャンコパートナーのレコーディングを行った。一方、ブッカーは地元のメープルリーフ、 ピッピティーナス、スナグハーバーといったクラブへ頻繁に出演、またニューオーリンズジャズヘリテージフェスティバルへも出演するなど、ライブ活動も積極的に行っていった。1977年にはヨーロッパツアーも行い、現地でキング・オブ・ザ・ニューオーリンズ・キーボードなど、アルバムのレコーディングもしている。しかしながら、この頃からブッカーはアルコール中毒と麻薬中毒に加え、 精神病を患い、体調を崩していった。演奏も、調子の良い時と悪い時の落差が激しくなり、また気候も目立つようになった。1982年のアルバムクラシファイドのレコーディングの際には、直前に倒れて入院する事態となったが、奇跡的にアルバムは完成した。しかしながら、これが彼の生前最後の作品となってしまった。 1983年11月8日、コカインの過剰摂取で倒れ、ニューオーリンズのチャリティ病院にて43歳で死去した。死後歳月が経っても、彼はいまだにニューオーリンズで最高のピアニストの一人として多くのミュージシャン、ファンから尊敬を集めている。2003年には彼を尊敬するピアニストたちが集結し、トリビュートアルバムパッチワーク、 エイトリビュート2ジェームズ・ブッカーがリリースされた。ありがとうございます。